横瀬車両基地円形左端に和布105と住む201、研修胸前に4号蒸気機関車が見える。地図横瀬車両基地は埼玉県秩父郡横瀬町横瀬3742-2に所在する西武鉄道の車両基地。西武秩父線横瀬駅に隣接する。1969年10月の西武秩父線開業に少し遅れて、 翌1970年1月、電気機関車と貨車の研修施設として開設された。特に貨車については全般検査まで行っていた。車両研修業務以外では解体線で廃車車両の解体を行っている。これら配置車両は、武功山から算出される石灰石を積み出す貨物列車に使用されていたが、輸送手段の変更により年月に、 貨物列車が廃止されたため、その後は主に保線用として残った E31 系、電気機関車と貨車の研修を行っていた。しかし、工事列車廃止に伴い貨車は2008年10月31日に全車廃車され、車両改装用として残った E31 型も2010年3月31日に全車廃車となったため、以後は生体保存車両の修繕が修行務である。 武蔵川岡車両研修場の職員が整備する。毎年10月上旬には、鉄道の日にちなむ一般公開イベント、西部トレインフェスティバルイン横瀬が開催される。多くの鉄道ファンなどが集まり、池袋駅から横瀬駅に向かう臨時列車の運転も行われる。設備概要ただし、研修棟は2014年2月の積雪による損壊のため、建屋自体はない。 2017年現在、1994年から、毎年1回一般公開イベントが行われている。当初から、西武トレインフェスティバルの名称が用いられてきたが、2002年から、西武トレインフェスティバルイン横瀬の名称に統一されていたが、2019年は、車両基地祭りイン横瀬という名称で実施した。開催日は、鉄道の日を記念し、毎年10月、 または11月の土曜日、または日曜日で、近年では第1日曜日に開催されることが多い。なお2001年は、西部宴会場と東会場の2カ所で2日ずつ開催され、2009年には、西部秩父駅構内でも E31 機関車の展示が行われ、同駅もよりの商店街、西部秩父中店通りで区派5 0 0 1系のカットモデルが展示された。 2018年は11月17日から18日、2019年は11月9日に、秩父地方産の食品や種類を味わえる、秩父車両基地酒場2018院横瀬が、横瀬町観光、産業振興協会、秩父地域をもてなし、観光公社により開催された。毎年6月に、武蔵ヶ丘車両研修場で開催される、西部電車フェスタ、毎年8月に、 南イリソ車両基地で開催される南イリソ車両基地電車夏祭りと並び西武鉄道の一般公開イベントの一つであるが当車両基地はその設備上他の二つのイベントのような主な内容は保存車両の展示や撮影会、鉄道部品や鉄道関連グッズの販売ミニ SL の運転などで開催年により若干異なる。また、 池袋駅横瀬駅の臨時直通列車が運転される。和風105と住む201旧下駄と旧兄弟の一部車両基地内には以下の物品が保存されている。生態保存車両動態保存車両構造物、池袋線、池袋椎名町間にある山手湖線橋の掛け替え工事で撤去された旧下駄と旧兄弟の一部が2006年5月から保存されている。 ありがとうございます。